ダブルダブルスチャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。松井咲子です。2023年になりました。去年は私ピアノやっているんですけど、たくさんいろんな本番があって、その中でですね、長谷川愛さんと一緒にコラボ曲も出させていただきました。ホワイトストーリーという冬にぴったりなキラキラしたお気に入りの一曲です。そんな曲をですね、皆さんにもぜひこの冬以外も1年通して聴いてほしいなと思っております。個人的な目標としましてではですね、私趣味が映画なんですけれども、今年はそうだな、200本以上見たいかな、映画を。映画館にたくさん足を運んで映画館の経済をぶん回すという、ね、目標で私生きていますので、今年もたくさんの邦画、だったり洋画だったり、いろんな映画を見て吸収して、また皆さんにいろんな報告、何か喜んでもらえるような活動が一つでも多くできたらなと思っております。頑張りますので、今年も何卒応援よろしくお願いいたします。以上、松井咲子でした。バイバーイ。